こんばんは。10月29日第105回しゃべくり松代、本日は、西澤が担当します。よろしくお願いします。今日は、近畿地方で木枯らし1号が吹いたと聞きましたけれども、でも長野市はちょっと今日暖かい日でした。まあそうは言ってもだんだん秋も深まっております。昨日はもみじ狩りに行かれた方もいたんではないでしょうか。皆さん風邪などひかれませんように過ごしたいものですね。はい、ということで、今日本日のゲストをご紹介します。宅老所あったかい子の管理者である倉田雅也さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、倉田さんと私は私が初めて倉田さんに出会ったのは実は10年前のちょうど秋の頃だったんですけれども、あの頃まだ20代だった倉田さんが宅老所を開業するということで、もう私は倉田さんよくね一回りぐらい上なんですけど、すごくカルチャーショックを覚えましたね。もうそれから10年経ってね、どうだったかなっていうのを今日はたくさんおしゃべりしたいと思いますけども、よろしくお願いします。はい、でまあそうは言ってもまず宅老所あったかい子がどんなところか皆さんにねちょっとお伝えしていただいていいですか。はい、お願いします。宅老所あったかい子の倉田と申します。よろしくお願いします。宅老所あったかい子はいわゆるその介護保険の通所施設で、まあ、デイサービスなんですけれども、特徴としては小規模の1日定員が10人っていうちっちゃいデイサービスで、今松代の、大館長の方でやらせてもらっています。で昔の食堂だった民家を使っているので、まあ、そのお家でいるような雰囲気で気を張らずにねのんびりお年寄りに過ごしていただきたいということでやっているところです。この写真ね、ちょっとこれ会所の時の写真なんですけれどもね、はい、会所式の様子がここに今写真がありますね。そうですね、はい、こんな建物でね、私も何回かねあったかい子さん行かせてもらってるんですけど、はい、こうドアを開けると思わずただいまって言いたくなるような、はい、そんな感じがしますね。ありがとうございます。そんなとこになればいいなと思っていつもやっていますが、はい、はい、じゃあ1枚めくって、はいはい、あこれが中の様子ですか。そうですね、はいはい、これが今の中の様子で、こんな感じでみんなでご飯を食べています。普通の、ね、デイサービスだとお年寄りはお年寄り、スタッフは休憩時間に、うん、休憩室で食事をとるっていうのが普通だと思うんですが、まあ、私たちはこうやってお年寄りもスタッフも一緒にね同じものを、うん食べて、まあ、こうやってここにはこうやって子どももいたりするんですけれども、なんかみんなでご飯を食べるっていうのがとってもいいんじゃないかなと思ってやっています。ね、まるで本当に自分のお家のような感じがしますよね。はい、そうですね、はい、すごい大家族みたいな感じで、ね、大家族、はい、ね、いいですね。やっぱりなんかこうお家の本当のぬくもりの感じが、ね、ありますよね。ありますか。そうに言っていただけると嬉しいですが、ちょっと写真にはないですけど、はい、入るとね、壁に居眠りって書いたね看板がありますよね。はいはい、もう私居眠りがね大好きで、はい、居眠りも好きなのでね、あれがなんかすごくお家って感じがして、はい、とってもいいなって、はい、私もねお年寄りが本当に安心した顔でね、うん、寝てる顔っていうのがすごく好きで、うん、はい、その安心ってところがとっても、ね、そうですね、いいですよね。はい、はい、ちょっとじゃあ外の様子も見てみますか。はい、はい、どうでしょうか。日中は結構こんな感じで外で過ごしてることが多いです。どうしてもねやっぱり介護を必要としているお年寄りなので、なかなかご自分では外に出る機会が少ないので、うん、できるだけこうやって外で外の空気吸ったり太陽さんに当たったり、うんうん、また外出もね散歩なんかに行くことを大切にしています。あ、はい、ね、なんかこうあったかい子さんって実はこの町歩きセンターから歩いて10分ぐらいの、ね、はい、本当に松代の町の中にあるじゃないですか。はい、で確か
解消された時にやっぱりこう街の中にあることがとても、はい、あのいいんだみたいなことをおっしゃってましたよね、はい、そうですね。こういう施設って、ね、その頃はまだまだちょっと離れた場所にあるっていうのが普通だったと思うんですが、うんあのね、歩いて買い物に行ったりとか、ね、普通にあのご近所の方と話をしたりと か,、うんうん、とかそういうのがあのすごく恵まれてるなと思ってます、ね、そういうのがとてもいいですよね、はい、なんかやっぱりあの、ね、一緒の街に暮らしている、ね、感じだなという気がします ね, そうですね、うんはい、これはなんかうどんの手打ちうどんの会の様子ですか、はいはい、そうです。あの年寄りってねやっぱり例えば認知症になったり体が不自由になっても、うん、昔やってたことっていうのはすごく体が覚えてるんですね、うん、なのであのみんなでこうやってうどんを打ったりとか、うん、おやきを作ったり、うん、またね普段はこう洗濯物を畳んだりあのそういったことをみんなでやることで、まあ、それが自然に体を動かしたり、うん、頭を動かしたりしてこうリハビリにつながるのかなということでこんなことも取り入れてやってます。結構こう ね、うん、若い人が、うん、私なんて全然できないんですけど、うん、こう年寄りに教わったり して、ね、はい、まあ、いつか子供に、ね、打ってあげたいと思いながらも、ま、ね、そうやってね、こうね、うん、ね受け継がれてくって ね、はい、うん、いいですね。やっぱりこうね、ちょっと認知症があるかなと思っても、はい、まだまだお年寄りから ね、教われることってね、たくさんありますよね、うん、はい、きっと後半ちょっとそういう話もまた出てくると思うんですけれども、はい、じゃあ、まあこんなね、あの、あったかい子さんですけれども、はい、まあ本当に倉田さん、10年間、はい、あっという間な、そうですね、気がしますよね、はい、そうですね、もう10年もやったんだって感じ10年もやったんだって、本当にね、はい、過ぎてしまえば10年ってそうかもしれないけど、でもきっと10年間の、ね、中にはいろんなことがあったと思います、はい、ね、ちょっと悲しいこともあったかもしれないし、辛いこともあったかもしれないし、ちょっと振り返って10年間どんな様子だったか、ね、はい、お話ししてもらっていいですか。はい、まあ、最初はね、あの、私も大きなところで介護の施設で、うんうん、あの、仕事をしていて、うん、で、まあ、その頃その大きな施設でなかなか他のところの様子を知りたいと思っても情報が なかったんですね、うんうん、で、あの、なんかこうそういった情報誌みたいなものがあれば、うんうん、あの、他のところでもっとこんなことやってるよとかね、うんうん、そういうことがあの勉強できればいいななんて思っていて、うんうん、で、まあ、あの、友人と二人でこういうあの、あったかいごっていう、はいはい、私もこれ大好きでした、はい、そうですか、ありがとうございます。あの、出版を最初始めたんです、うんうん、で、あの、在宅で介護している方とか、うんうん、あの、施設の工夫とかそういったことをあの取材してこういう形で載せさせていただいて、で、あの、こういう長野県、まあ、長野県の雑誌ということで、うん、あの、やってたんですが、こういったこと珍しいということでね、意外とあの読んでくださる方も多かったんですが、で、そういう中であの取材していく中で、普通今まで介護の施設っていうと大きな、うんうん、ね、50人とか100人とかいるような施設ばっかりだったんですが、うんうん、四角い感じのね、はい、ちょっと入り口に白い感じのね、はいはい、でだったんですが、こういう民家を使って、うん、あの、1日定員10人ぐらいでやる小さな施設っていうのが生まれてきていて、うん、まあ、そういう取材をしていて、あ、なんか自分もこういう介護できたらいいなっていうふうに思ったことが、うん、まあ、最初きっかけなんですが、うん、はい、まさに本当にね、あの、10人っていうのが我が家のような感じで、はい、あの、さっきの写真にも、ね、ありましたけれどもね、いいですよね。そうですね、うん、やっぱりあの、密が多いとね、どうしてもお年寄りも緊張しちゃうと思うので、うんうん、はい、ね、あの、本当に10人っていう音、ね、あの、定員のところが、あの、やっぱりこう一人一人を、ね、こう大事にして、はい、その一人一人に合ったこう、ね、ケアができるっていうところを、ね、はい、大事にしてるっていうのを、まあ、以前倉田さんに、ね、はい、お聞きしたことがあって、ああ、さ、素晴らしいなって本当に思いました。ありがとうございます、うん、なんか、ね、はい、本当に自分家のおばあちゃんの面倒を見るような感じ、はい、そうですね、うん、はい、なんかスタッフもやっぱりそれぐらいしかね、私もいないので、こうだんだん情が湧いてきて、うん、なんか本当に家族みたいな感じでやってます、ね、本当に、はい、あの、さっきお子さんもいらっしゃいましたけどね、はいはい、スタッフのお子さんとか、そうですね、うん、はい、あの、若いスタッフなんかは、ね、うん、あの、出産とかがあって、うん、その後、うん、まあ、しばらくお休みすると、うん、またあの1歳近くなってくる子供を連れながら仕事に来てくれたりして、うん、そうするとね、赤ちゃんがとお年寄りのこう空間っていうのができて、うんうん、いいですよね、はい、本当にまた我が家に近い感じで、お年寄りもあの、ね、赤ちゃんとかすごく好きですよね。そうですね、もうね、うん、顔が全然違いますね、赤ちゃんが触ったりとか、でどんなね、認知症の方でも、うん、やっぱりこう抱っこのこう手みたいなものがすごく残っていたりとかして、うんうん、なんか、うん、私よりよっぽど赤ちゃんあやすのが上手なるほど、はい、そこがね、やっぱりいいところですよね、うん、優
されますね、本当にね、はい、どうですか、やっぱり10年間ねやってみて、ちょっとこう印象に残ることとか、はい、こんなことちょっと記憶に残る、こんなことありましたみたいなありますか、はい、そうですね、うんうん、やっぱり在宅介護ってやっぱ大変なことだと思うんです、うん、特に今ねこういう中では若い人たちも働きに出ないとやっていけない中で、うん、家で年寄りを見ていくっていうのは大変なことだと思うんですが、うん、ね、あったかい子を利用しながら、うん、在宅介護っていう道を選んでくださった家族が、うん、なんとか最後までお家で見ることができて、介護してよかったっていう言葉をいただいた時は、うん、本当に嬉しかったし、でまた私も年取ったらあったかい子さんに行くからそれまで頑張っててねっていう、あ、それはね、言われるとすごく本当に、ね、嬉しい言葉ですね。そういう言葉は実は私、うん、地域の方から聞いたことがあって、はい、そのやっぱり町の中にね、はい、あったかい子があって、地域の皆さんとこう一緒にねこうなんて触れ合う場が多いってことが、はい、こうあったかい子をよくね分かる機会になってると思うんですよね、はい、でその中にこう小学生とか、なんかね、はい、こう、はい、学校の子たちが来たりとかってこともありましたか？そうですね、はい、できるだけ、まあね、そんなにたくさんは受け入れられないんですが、うん、保育園からね、うん、高校生の職業体験までいろんな方が、はい、いらっしゃって来てくれてますね、うんうん、どうですか、そういう小学生とか来た時に、はい、お年寄りの皆さんの反応は？やっぱり、うん、なかなかね、家にいても子供と触れ合うチャンスっていうのはないと思うので、うんうん、皆さん喜んで声をかけてますね、うんうん、はい、実は私のね知っている人のお子さんでね、あったかいお子さんにちょっとボランティアに行った時があって、あ、はい、まあ、自分たちこうなんかダンスをね、はい、見ていただいたそうなんですけども、その後にねこうお茶を飲んだ時にもう一緒にお茶を飲んだお年寄りがね手を握って、もうよく来たねありがとうって言って、もう本当涙を流してこうありがとうって言われたことがもう本当に心に残って忘れられない出来事っていう風に聞いたことがあったんです。もうそのお年寄りのこうね、はい、持つ力っていうのがね、そうですね、本当にすごいなって思ってね。そうですね。なんか年寄りってこう包容力があるっていうか、うん、こうそのままでいいんだよってこういうようなこう、うん、パワーみたいなものがこう醸し出しているような気がしますね。そうですね。なんかこう本当になんだろう、お互い様っていうか。はい、宅老所にいるお年寄りだけれども、まだまだ本当に、はい、できることもあったり、はい、教えていただけることもあって、どんどんなんか地域の人が、はい、あったかい子さんに行っておしゃべるとかするといいですね。本当ですね。さっき西田さんもおっしゃってましたけど、やっぱり介護が必要になったお年寄りってどうしても家にこもったりとか、うんうん、もう施設に行くようになっちゃうと、なかなかその地域の方と触れ合うチャンスっていうのがないので、うん、で、あったかい子はその辺敷居が狭いので、うん、ぜひいろんな方に来ていただいて、うん、本当にそういう普通の関係みたいなものとか、ね、いろんな世代の方とね、うん、接するチャンスを作っていきたいなと、はい、思います、ね、本当にただいまって、うん、はい、自分のうちにただいまって、なんかちょっと遠くのおばあちゃん家に来たような感覚で、ね、はい、遊びに行けたらいいですよね、はい、ぜひお越しください、はい、さあそんな、ね、きっと10年間きっとね、今ニコニコしてらっしゃいますけど、きっとねちょっと辛いこともねあったんじゃないかと思いますけど、まあ10年経って、じゃあまたこれからね新たな節目として、はい、今後ねどんな風にあったかい子になっていけばいいかなみたいな、もしそんな抱負があったら教えてください、はいはい、そうですね、今もちょっと話に出てましたが、やっぱり年寄りとその若い世代の関わりっていうものをちょっと作っていければいいなっていうふうには思っています。やっぱり私自身も核家族で育って、うん、本当にあんまりいろんな世代と接してこなかったので、うん、なんとなく自分は意識してなかったんだけど、うん、やっぱりちょっと固いところがあったと思うんです、うん、で、お年寄りと接する中で、うん、もっと普通に ありのままでいいんだっていうのをなんかこうお年寄りから教えられて、すごく気持ちが楽に生きられるようになったので、うん、なんか若い人たちと年寄りの接点みたいなものができれば、うん、もっと若い人が生きやすくなるのかななんていうふうに、うん、はい、思っています、うん、そうですね、今建物がだいぶ古くなってきていて、今10年経ってね、古いもともとある建物をちょっと改修して使ったので、古民家でしたもんね、はい、引っ越し先をね探しているんですが、うん、なかなか
引っ越し先を探している、ね、あ、じゃあここでちょっと宣伝またぜひ、はい、今日はね、いい機会がそうですね、はい、真っ白で、うんうん、あのできたらね、まあの篠の井とかそういうとこじゃなくて真っ白で、頑張ってきたので、このままやっていきたいと思っていて、なのでもし空いている、はい、使わない住宅がありましたら、はい、お貸ししていただける方がいれば、はい、ぜひ教えてください、はい、じゃあここで宣伝していただいたので、はい、じゃあぜひねまたそんな耳寄り情報あったら皆さん教えてくださいね、はい、はい。まあ本当にねこう10年一昔でしたけれども、はい、本当にこれからもねまた頑張って、はい、あのやっていただきたいと思いますが、はい、また私も遊びに来ますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日本当にお忙しい中来ていただいてありがとうございました。はい、タクロージュあったかい後の倉田さんに、解消して10年の節目を迎えてのお話を聞きました。ぜひ皆さんもあったかい後に行ってみてくださいね。はい、ありがとうございました。さようなら。では皆さんこんばんは。それではですね、来週のしゃべくり真っ白の予告をいたします。来週はですね、ここに書いてあります106回、11月5日で行いますが、今日はゲストとして田中さんを迎えて、お話を伺いたいと思います。来週はですね、デジカメで真っ白を発見し発信する楽しみという形で、お話を、聞きたいと思います。来週一つよろしくお願いいたします。まあ、いろいろとデジカメで真っ白の、いろいろな季節ですとかね、カト柄を発信して、いくっていう形で今お話をこれから聞くんですけども、まあ、ちょっと、いろんな話が聞けるんじゃないかなと思って楽しみにしてるんですけど、来週は一つよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。それでは11月5日のしゃべくり真っ白、よろしくお願いいたします。それくり真っ白、また見てね。